気持ちのドライバーの方がすみませんと、他の方は全然通じませんから、昨日も事務局に行ったら結局お今、日本語話せる人がいる、ちょっと待てと言われてずっと待ってましたけれど、そしてやってきたのが、ニランサ・マラカノアさん、彼が流暢な、日本語で上部9割本当の話1割くらいしかしてもらえませんでしたまあでもあの本当に GT アジアはね、皆さんにそう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 かっこいいスポーツカーを、いやスーパーカーですよね、スーパーカー見てほしいなっていうね、大きいかと思います、はい、ですからもうあの今日そして明日と7戦8戦ありますから、で40分の代表レースに1回ピットインしてきますから、すっごく面白いですから、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。 3D なレースになると思います。はい、我々の勝利の 3D に行きたいと思います。はい、ということで柳田さん、アナウンサー今日も一日よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということでですね、目下戦記の41回目を迎えました。41回目を迎えました目下戦記の4年ぶりに戦記のレースが復活ということになりました。さあ、現在はですね、ピットロード上では公開試合券、そしてピットウォークが行われています。この戦記のレースでね、おなじみとなりました公開車検、チームの皆さんがですね、マシンを前に出して、もうこのグランドスタンドから見ている光景、素晴らしいですね。なんか今年は40台のスーパー GT マシンがすごいです。先ほどちらっとここで20年前に初めて、1000キロレースを見たという話をしましたが、その当時はですね、グループ C カー、スポーツカー世界選手権 SWC、というですね、レースも一戦として行われたんですが、その年は11台ですよ、参加台数11台で1000キロ、もう今や40台でね、1000キロですから、ほんと贅沢ですよ。しかももう今のスーパー GT の500クラスのマシンはね、グループ C カー並みに速いですから、さあ、そんな公開車検をね、お楽しみいただいております。さあ、それではですね、今日と明日の2日間行われます第41回スーパー GT ラウンドファイブ目下1000キロ、その情報をいろいろとご紹介していきましょう。まずはスケジュールからです。現在はオープンピット公開車検が行われています。そして8時40分